しかしここには見食らう蛇のマーク、そして倒れているのはヨシュア。でもあのイケメンマントをしていない、昔の服。ヨシュア、ねえヨシュアってば。なんでこんなに体が冷たいのよ。起きて起きてってば。え、まだ意識があった。ヨシュア、エステル、どうして君がこんなところに。しかし名前が黒髪の少年。よかった、無事だったんだ。待ってて、すぐに手当てを。あかん、離れろ。さあいきなり切りかかってきた。でもエステルも反応できている。ヨシュア、さあなんか機械的な音がしている。黒髪の人形、かっこヨシュアモデル。人形、やはりか、こしゃくな。そしてさらに痛い、出てくる。さながらヨシュアの分身のごとく、しかも背後取られた先制攻撃。さあめちゃくちゃ速い動き合えて、技もねヨシュアのものを完全に使ってくるので、そう全体のねスクラフトとかやってきかねないので、こいつらはあエステルが殺される完全に全員エステル狙い。ある意味エステルの思いも再現されているというところだが、はい、ここはねなんとかしのいで、この人形を作った趣味の悪いやつに説教しなくてはいけませんね。よし、これで一掃酔いしれたかな。なんとかヨシュア君もどきを出すことができた。さあ陣とオリビエがレベルが上がったけど、さあこいつを操っていたやつは、ああめちゃくちゃ壊れている。はっはっ、くっ、さすがにきついな。ヨシュア君3体ですからね。そして拍手の音、奥からは、さあ出ました。あっ、クスクス。さあ少女と青年、そしてメガネの教授。母、偽物と気づくのが少しばかり遅すぎたようだね。今回のゲームは私の勝ちにさせてもらうよ。ゲームと言っているこの人。そしてなんか熱い壁、やばい、ガス噴射。あ、こいつは、く、意識が。さあガスを噴射し、意識を奪われてしまった4人。レーベとレンもじっくり見ている。簡単すぎるゲームだったが、君の反応はなかなか楽しかった。お礼と言ってはなんだが、面白い場所に招待させてもらうよ。さあ意識を奪われどこかに連れ去られるエステル・ブライト、その他は置き去り。うえ、まずはケビン神父。む、さあ全員なんとか意識は取り戻せたが、えらい目にあったわ。エステルちゃん大丈夫か。いないことにも気づく。どうしたんだい、エステルちゃん。おい冗談のやろ。そう、教授が招待すると言っていたのはエステルのこと。こっちだ。はい、椅子の裏に入り口。はい、ここからはこの3人。エステルはいない、どこにもいない。そして装備の変更とかはできない。さあ今は屋上に向かっていくしかない。一体どこへ行ってしまったのか、というかもうまだいるのかという、そういう問題。さあ下田ち、はい、ちょうど行くところだった。意外と短い睡眠薬だった。で3人ともレーベも教授もレンもこちらを見ながら去っていく。これで完全にこの拠点には用はなくなったというところですね。エステルをさらうのが目的だった。クソデカ文字のエステル君、オリビエの叫びも虚しく連れて行かれた。まあね、教授がレンにね、エステルを仲間にどうのこうの言っていましたが、それの第一段階。ここはエステル、ファーストの時の格好のヨシュア。さあエステル走ってるけど近づけない、謎の力で近づけない。いいんだ、もういいんだよ。腕が落ちた。あ、もともと僕は壊れた人形だから。ひえ、人間には戻れないから。全部崩れる。
でも喋る。だからもういいんだよ。今の人形の戦いがこの夢を見せている。頭持っちゃう。ありがとう。さよならエステル。これはファーストの最後の言葉ですが、さあこれは意識を失ったエステルが見た悪夢。さあお隣ではレンちゃん、びっくりした。エステル大丈夫？レン、よかった、夢だったんだ。あんなにね、ヨシアがバラバラになる夢はかなり悪い夢と言える。うふ、怖い夢を見ちゃったのね。うん、もう最悪な夢。だいたいあんな人形なんか出てくるから変な夢を。ちょっと、そう、レンは執行者。こんなところで雑談している場合ではない。どうしてレンがこんなところにいるのよ。うふ、驚くタイミングがずれてるわよ。エステルったら相変わらずのんきなんだから。悪かったわね、のんきで。で、ここ。さあ、ここはどこ？ここにレンがいるのは別におかしいことじゃないわ。だってレンたちの新しい拠点なんだもの。そう、結社の新しい拠点。ふ、その窓から見てみれば。窓から外を覗けば、ここがどこだかわかりますよと。な。今エステルがいるのは赤い壁、どっかの施設かと思いきや、砲塔がついていて周りは空が見える。これは、はい、クソデカ戦艦。これがカンパネルラとかが言っていたグロリアスと呼ばれる結社所有の、はい、デカデカとバークもついている赤の箱舟、クソデカ戦艦グロリアス。まあ今奇跡シリーズこの時点から5、6年進んでいますけど、多分ね、その時点でも回収されてかなりのスペックでも現役でね、やっていけてる船ではないかと思いますね。はい、パクパク。赤の箱舟グロリアス、これ一石で一国の軍隊を圧倒することが可能よ。ふ、なかなか面白そうなおもちゃでしょ。あんたたち、こんなものを持ち出して何を。いや、お目覚めのようだね。まあ、どっかから話しかけてくる。ようこそエステル君、寝心地はいかがだったかな。こんな場所に連れてこられてさぞかし混乱しているだろう。だが我々は君に対して危害を加えるつもりはない。安心してくれて結構だ。どうだろう、一度ゆっくり話してみるつもりはないかね。結社のこと、我々の目的、そして共通の友人について、いろいろな疑問に答えてあげられると思うよ。いいわ、聞かせてもらおうじゃない。よろしい、待っているよ。レン、エステル君を案内してあげてくれたまえ。ふ、わかったわ。はい、この声をかけているのは当然教授。それじゃあエステル、聖堂に行きましょう。聖堂？この館の最上階にあるなかなか素敵なお部屋よ。そこで教授が待っているわ。わかった、案内してもらおうじゃない。うそんなに緊張しなくてもいいわ。多分エステルにとってもきっと悪くない話だから。え、どういうこと。お楽しみは後でね。ほら、レンについてきて。さあ、結社の拠点に連れ込まれたエステル・ブライトですが、物おじしている様子はない。でも孤立していることは確か。で、ここでね、レンちゃんと一緒に行動。レンちゃんの方が先頭ですね。で、まあ当然ね、ステータスは見れるのはエステルだけ。レンちゃんが見れるわけではない。さてと、どっち行けばよかったかな。こういうどうでもいい部屋を入ることもできますが、ここはね、まずはおとなしく。はい、聖堂はこっちじゃない。はい、すいません、でもレンちゃんがこっちに来たんだよ。そういうことにしていてで、今はもう聖堂一直線が早いのでね。これがエレベーターか。はい、これもクソデカ館ですのでね、館内の移動も大変そう。で、聖堂及び機関部の移動は制限されています。認証チェックを受けてください。ナンバー15、殲滅戦試練よ。聖堂に向かうわ。承認しました。はい、執行者とかね、一部の人たちは承認制で聖堂とか機関部に行けると。さあ来ました、この先で教授が待っている。ここが教授のいる聖堂よ。
この先はエステル一人で行くといいわ。ねえレン、何？研究所でヨシアの人形を操っていたのはレンなのよね。ええ、そうよ。レンが人形を操っていた。教授に頼まれたんだけど、なかなか面白かったでしょ。はあ、どうやらあんたも結社の被害者みたいね。え、ま、今はいっか。それじゃ行ってくるわね。ふふ、行ってらっしゃい。エステルもこんなところに連れ込まれてる割にはかなり落ち着いている対応ですね。はい、教授が待っているらしいので行きましょう。さあ、その部屋までも長い。さて、クソデカ扉、館内にこんな扉を設置している。さあ、でこの部屋ね、まあ教授がいる以外にもまたね、いろんな使われ方をしたりしますが、今はまず教授の奏でるこのパイプオルガンに耳を澄ませましょう。教授は意外と音楽もいける人だったただの狂った怪しい人ではなかった。いや、怪しい人なんだけどちゃんとこういうのも弾けちゃう。まあね、教授の元の職業とも若干関係してるかな。ようこそ赤の箱舟グロリアスへ。久しぶりだねエステル君。久しぶりという言葉、アルバ教授、エステルも即座に理解。やっぱりあなただったんだ。さっき声を聞いてようやく思い出せたわ。さすがは牽制の娘といったところかな。軽くとはいえ封鎖された記憶を自力で思い出してしまうとはね。でも相当お手軽に記憶を封印できる力を持っている。ちなみに本当の名前はゲオルグ・ワイスマンという。ミクロヘビを管理するヘビの使徒の一中を任されている。ヘビの使徒、結社の最高幹部ってこと？まあそのようなものだ。さてと、先ほど言ったように私には君の疑問に答える用意がある。何か聞きたいことはあるね。聞きたいことがありすぎて何から聞こうか迷うんだけど。焦ることはない、ゆっくりと考えたまえ。よかったら一曲聴かせてもらおうか。謎のサービス精神を見せてくる。結構よ。っていうか、そんな趣味を持ってる人とは思わなかったんだけど。貧乏な考古学者っていうのは完全に嘘っぱちだったわけね。ふ貧乏はともかく考古学を研究しているのは本当さ。ちなみにパイプオルガンは教会にいた頃たしなんでいたものでね。そう、この人元教会関係者。あの帝国人ほどではないが、それなりの腕前だっただろう。教会にいた、いわゆる学僧というやつさ。名所開講したことで信仰の道は捨ててしまったが、その時に学んだアーティファクトの知識は今もそれなりに役立っている。そう、今回の計画においてもね。大佐をそそのかしてクーデターを起こさせたのも、各地でゴスペルの実験をしていろいろな騒ぎを起こさせたのも、全部あんただったわけね。その通り、すべては福音計画のため。福音計画、あの研究所のデータベースにもそんな項目があったけど、要するに輝く輪を手に入れる計画ってわけ。手に入れるというのはいささか誤った表現だが、まあそう思ってもらっても構わないだろう。輝く輪って何？女神の手法とか言われてるけど、具体的にはどういうものなの？輝く輪の正体に関しては現時点では秘密にさせてもらおう。せっかくの驚きを台無しにはしたくないからね。この口ぶりだと教授は把握している。驚きって、計画も第3段階に移行した。もう少しでその正体は万人にあまねく知られ渡ることになる。その時が楽しみだよ。そして我が現れたその時、我々は人の可能性をこの目で確かめることができる。人の可能性、エグナートもそんなことを言っていたような。お、あの聖獣からそこまでの言葉を授かったか。ふむ、あながちお父上の七光だけではないようだね。お世辞は結構よ。何を、いろいろ質問したってはぐらかしてばかりじゃない。これは失礼、そんなつもりはなかったのだが。だが君が一番聞きたい質問にははっきり答えられると思うよ。さあ、エステルの一番聞きたい質問。おや、何をそんなにためらっているのかな。恐れることはない、勇気を持って尋ねてみたまえ。ヨシアはどこにいるの？それは私にもわからない。どうやら空賊たちと一緒に何か画策しているようだが、いまいち動きがつかめなくてね。今のところ無事であるのは間違いないだろう。さすがは漆黒の牙、真の目的は捕まれていない。そうなんだ。
ヨシアの能力は隠密活動と対集団戦に特化されている。そのように調整したのは私だが、予想以上の仕上がりだったようだ。どこまで頑張っていけるか楽しみだよ。あんた、あ、そんなに怖い顔をしないでくれたまえ。私の元に預けられた時、ヨシアの心は崩壊していた。そんな心を再構築するなど、私にも初めての試みだったのだ。その成果を気にかけるのは研究者として当然と思わないかね。そう、ヨシアは最初心をぶっ壊れ状態でワイスマンのところに預けられた。あの生誕祭の時、ヨシアに何を言ったわけ？封じた記憶を解除して真実を教えてあげただけだよ。君の家に引き取られた彼が無意識のうちにスパイとして結社に情報を送っていたこと、そして彼の情報のおかげでイシアル大佐のクーデターが成功し、我々の計画の準備が整ったことをね。そのご褒美として改めて結社から解放してあげたんだ。やっとわかった、ジョシュアがどうしてあの夜姿を消したのか、どうしてあんな顔でさよならって言ったのか。いや、それについてはさすがに遺憾に思っているよ。自分を取り戻したヨシュアが君たちの前から姿を消すとはね。そのままそしらぬ顔で君たちと暮らしていくといいと勧めておいたのだが、ザ・ワイスマンの黒い部分が顔を出し始めた。ふふ、親切心があたりになったかな。よくもそんなことが言えるわね。そんな道を選ぶしかないよ、ヨシュアを追い詰めたくせに。あんな顔をしてハーモニカを私に託してさよならへ捨てるって、全部全部あんたのせいじゃないか。さあ、出てきたのは検定レーベ。検定レーベ、一体どこから現れたの？最初からここにいた。お前が気づかなかっただけだ。そう、冷静そうに見えたけど教授しか見えていなかった。まあレーベもね、気配を消すのはうまいけど。やれやれ、なんとも品のない振る舞いだ。さあ、さらに出てくる執行者たち。さあ、今までの人たちが全員揃う。せっかく私の挑戦をあそこまで克服したのだ。もう少し考えて行動したまえ。かそう言うなよ。白面に殴りかかれるなんざ波の度胸じゃできねえはずだぜ。そう、バルターにね、こう言わせるくらい。ワイスマンも異能の持ち主。腕はともかく度胸だけは大したものね。腕はともかくね、一発でレーベに弾かれてしまった。それとも鈍いだけなのかしら。さあ、このメンツを前にしてはエステル、さすがに言葉が出ない。君が剣聖のお嬢さんか。さらに少年追加。この場のメンツがあまりに濃すぎる。はじめましてかな。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラさ。以後よろしく頼むよ。くもうみんなでエステルを脅かしたらダメじゃない。さあ、さらに後ろから少女追加。これでリベールに出てきた執行者および使徒は勢揃いしましたね。レン、心配しなくてもいいわ。別にエッセルを殺すために集まったわけじゃないから、うん、それだけだったらこの中の一人でも十分。え？でもこれだけ使徒と執行者が集まっている光景はこの先もなかなか見れない珍しい光景ですね。ね、教授、早くレンの話をエッセルにしてあげて。ふふ、そうさせてもらおうか。さあ、この例の話どうだろう、エッセル君。見比べ蛇に君も入ってみる気はないかね。はい、介入すると言っていましたね。え、ごめん、聞き間違えちゃったみたい。もう一度言ってくれない？君も見比べ蛇に入ってみる気はないかと言った。まずは執行者候補としてね。アンデスって、ここでもアンデスっては健在。そんなに驚くことではないだろう。考えても見たまえ。君が結社に入ればヨシアも意地を張らずに戻ってくるとは思わないかね。エステルの望みはヨシアと再会することよね。結社に入りさえすればその望みはすぐにでも叶うわ。考えるまでもないわよね。でも私ゆっくりと考えたまえ。この後我々はしばらく缶を留守にする必要があってね。帰ってきたらその時にでも返事を聞かせてもらおうか。さあ、教授の指パッチンとともに兵士が現れる。申し訳ないが、それまで君の自由は制限させてもらうよ。足りないものがあれば彼らに希望を伝えるといい。そう、一応ね、客人として執行者候補括弧予定として扱うと、まあ軟禁ですけどね。
結社に入れば吉羽と再会できる。確かにその可能性はかなり高いかもしれない。それに何も本当に仲間になる必要はないよね。仲間になったふりをして内情を探ってもいいんだし、私の演技力じゃ厳しいけど、ここに閉じ込められるよりは。でもそれはエステルのまっすぐな心には受け入れられない。違う気がすると。それは私のやり方じゃない。邪魔をするぞ。さあ、ここで青年レオンハルトが入ってきた。レーベは結構こう見えて世話焼きの男ですからね。ふっ、そう警戒するな。先ほどのような考えなしの行動をしない限り、お前に危害が及ぶことはない。悪かったわね、考えなしで。何をあんたたち、どっかに出かけるんじゃないの？俺はただの留守番だ。出かけるのは教授と他の執行者たちになる。レーベはお留守番。一体何をするつもり？それが知りたければ教授の誘いに応じたらどうだ。一通りの情報がわかるだろう。ふふ、答えは出ているが迷いがあるといったところか。俺個人の意見としては、お前は到底結社に向いているとは思えない。能力的にも性格的にもな。うぐ、そうはっきり言われると結構傷つくんですけど。まあ能力については可能性は秘めているだろう。だが性格に関しては、結社と関わるにはお前の闇はあまりに小さすぎる。闇という言葉。結社に属する者は皆何らかの闇を背負っている。俺、教授、他の執行者、そして無論ヨシュアもな。ねえ検定、あなたとヨシュアって一体どういう関係なの？ヨシュアはずっとロランス少尉のことを気にしていた。顔はわからないのに誰だか知っているみたいで、それでいて正体を知ろうと必死になっていた気がする。ふっ、無理もない。あいつは記憶の一部を教授によって封じられていた。結社の手を離れた瞬間から具体的な情報が思い出せなくなるよう暗示をかけられていたはずだ。自分が結社でどんなことをしていたか覚えていても関係者の名前は思い出せない。そんなジレンマがあっただろう。幼い頃の記憶も同じ。おそらくカリンは覚えていても俺の記憶は曖昧になっていたはずだ。さあ、カリンという名前、ヨシュアがどっかのお墓参りをしている時に出てきましたね。そっか、それで。って、カリンってどこから聞いたことがあるわね。そう、エステルが聞いたのはあそこですね。ヨシュアが女装して女王様と会う時に確かカリンと名乗っていた。カリン・アストレイ。俺の幼馴染でヨシュアの実の姉だ。さあ、ここでヨシュアとレーベ関係が分かってきましたね。10年前に亡くなった。お前の持つハーモニカはもともとはカリンのものだった。それを形見としてヨシュアが受け取り、それをお前が受け取ったわけだ。ヨシュア、お姉さんがいたんだ。そしてレーベはその姉と幼馴染といういい仲だった。どうしてカリンさんは、お姉さんは亡くなったの？それを知ったらお前は真っ白なままでいられなくなる。ヨシュアや俺たちのいる闇の領域を覗き込むことになる。その覚悟はあるのか？教えて。覚悟があるかどうかはちょっとわからないけど、私はヨシュアの辿ってきた軌跡をどうしても知っておきたい。その気持ちだけは本当だから。いいだろう。さあ、レイベ君、語ってくれる？あれは10年前、俺たちのいたハーメル村がまだ地図にあった頃のことだ。そう、ハーメル村にレイベ、そしてヨシュアは住んでいた。そして若い頃の検定、そしてヨシュア。ハーメルは小さな村でな。子供が少なかったこともあって、俺たちはいつも一緒に過ごしていた。俺はいずれ遊撃士になることを夢見て、暇を見つけては剣の練習をし、ゾレーベの若き日の目標は遊撃士。事件がなければ、アガットとかとね、同僚だったかもしれない。それをカリンと小さなヨシュアが眺めているのが日課になっていた。ハーメルの問題はね、ここから帝国編が終わるまで引きずられることになりますが、はい、練習が終わった後、俺とヨシュアはカリンの奏でるハーモニカの旋律に耳を傾けた。カリンは何でも吹けたが、俺たちの一番のお気に入りは一昔前に流行った星のアリカだった。そんな日々がいつまでも続く。そう俺たちは信じて疑わなかった。村が襲われたのはそんなある日のことだった。王国船の動力銃を携えた黒装束の一団、
彼らは村を包囲した上で住民たちを殴り殺しにしていった。ただ一人の例外もなく、年寄りから赤子に至るまで。一息で殺された者はまだ幸せだったかもしれない。女たちの運命はさらに悲惨だった。俺たちはその地獄の中を必死に逃げた。家族とみんなの断末魔を聞きながら、逃げろという声で押されて、ただひたすらに村外れを目指した。そして村外れに出たところで、俺は追手をかく乱することにした。すぐに追いつくと言い聞かせて、カリンとヨシュアを先に行かせた。だが襲撃者たちは想像以上に用意周到だった。逃げた村人を始末する者を待機させていた。もう一人も逃がすまいと作戦を立てていた。で、カリンとヨシュア、俺が追いついた時、その場は奇妙に静かだった。喉を打ち抜かれた男の死体、銃を握って唖然とするヨシュア、肩から背中を切り裂かれながらヨシュアを抱きしめるカリン。カリンはまだかろうじて息が残っていた。なぜかカリンは穏やかで満ち足りた表情を浮かべていた。愛用のハーモニカをヨシュアに託し、ヨシュアのことを俺に頼んで、そして静かに言った。なんで、どうしてそんなことが。帝国軍がリベールに侵攻したのはその直後のことだ。ホーク戦の動力銃を携えた襲撃者によって起こされた国境付近での惨劇。それは侵略戦争を始めるにはあまりにも格好の口実だった。そんな、本当にリベールの兵隊が。軍に保護された俺たちは最初そのように聞かされていた。だが数ヶ月後、帝国軍の敗北で戦争が終わった時、俺たちは全く別の説明を受けた。村を襲った者たちは両兵団崩れの野党たちだったと。そして決して襲撃のことを口外しないよう俺たちを脅して、軍は土砂崩れが起きたと発表し、ハーメルに至る道を完全に封鎖した。ちょっと待って、なんでわざわざ嘘をつく必要があるわけ。それじゃあまるで、ククすべては帝国内の主戦派が企てたリベールを侵略するためのシナリオだったというわけだ。そう、帝国の自作自演と。戦争をするためだけに村を一つ潰した。戦争末期、そのことが露見し、帝国政府は慌てふためいたという。なりふり構わず停戦を申し出、首謀者たちをことごとく処刑することで事件をなかったことにした。これがハーメルの悲劇の真相だ。そんな日々の中、ヨシュアの心は完全に壊れた。姉の死、親の死、隣人の死、初めて人の命を奪ったショック、そして欺瞞に満ちた世の中、6歳の子供の心が壊れるには十分すぎるほどの出来事だった。多分その先のことはヨシュアから聞いているだろう。心が壊れたヨシュアはハーモニカ以外に興味をなくし、次第に痩せ衰えていった。そんなヨシュアと俺の前に、あのワイスマンが現れて、俺は彼にヨシュアを預けて見くらう蛇に身を投じた。そしてその2年後、教授に調整されたヨシュアも俺と同じ道をたどることになった。これが闇だ、エステルブライト。お前とヨシュアの間にどんな断絶があるのか、ようやく理解できたか。うん、やっとヨシュアがいなくなった本当の理由が見えてきた気がする。何？教授の誘いは今ここで断らせてもらうわ。私は絶対に見くらう蛇には入らない。結社が好きか嫌いか、そういうのとは関係なく、私がヨシュアを追い続ける限り絶対にね。せっかく仲間に誘ってくれたレンには申し訳ないけど、ま、謝れば許してくれるよね。ふっ、おかしな娘だ。今の話を聞いて逆に迷いを吹っ切るとはな。どうやらただ剣聖の娘というだけではなさそうだ。そうよくわからないけど、そういうあなたこそただヨシュアの昔の仲間ってだけじゃなかったわけね。お兄さん的な存在だったんだ。誤解のないよう言っておくが、俺があいつの兄代わりだったのは10年前までだ。今の俺にとってあいつは排除すべき危険分子に過ぎない。え？教授はヨシュアを泳がせて楽しんでいるようだが、俺の考えは教授とは異なる。
いずれ近いうちに俺自身の手で始末するつもりだ。ちょっとどうしてそうなるのよ。カリンさんに、ヨシアのお姉さんに頼まれたんでしょ。俺は俺の選んだ道がある。その道を遮る者はいかなる者も切ると決めた。たとえそれがカリンの願いだってもな。そう、修羅に落ちると霊廟は言っていたけど、そんな。さあ、でもなんかガチャガチャ外の方で音がする。他のね、執行者たちが出かけていくという話でしたが、ここで、ね、窓からもそれが見える。はい、この飛行艇、何隻もこのグロリアスに集まれている。まあね、一隻で国家一つ粉砕できると歌っていますからね。戦力はめちゃくちゃある。あれって教授と他の連中だ。計画の第三段階がいよいよ実行に移される。第三段階って、ふっ、お前がそれを知る必要はない。ことがなったら父親の元に返してやることもできるだろう。それまではせいぜいここでおとなしくしているがいい。そう、ことがなったら解放してくれると。別にリベールを滅ぼすつもりではない。ちょっと言っておくが、逃げようなどと考えるなよ。地上8000アージの高みだ。どこにも逃げ場などないぞ。さあ、しっかり釘を刺して去っていくレーベ君。逃げようなどと考えるなっか。そう言われたらかえってやってみたくなるのが人情よね。幸い教授や連たちは出かけちゃったみたいだし、よし、そうと決まれば決断は早い。逃げる方法を考えよう。まずはこの部屋調べる。パッと見はただ壁があるだけ。窓を割っても8000アージュだが、タイミングが命だけど、それさえ見極められれば。油断させるために2時間ほどおとなしくして、うん、試してみる価値はありそうね。エステルは何か思いついた。この判断力や起点も声優劇師らしくなってきましたね。お姉さんの形見の品だったなんてね。ヨシアナバカ、そんなもの簡単に渡さないでよ。はい、ハーモニカもね、そう、村にいた頃からの思い出の品だったと。さあ、そして2時間後くらいかな。2時間はおとなしくしているとエステラ言ってましたね。見張りの交代のお時間。交代の時間だぞ。小娘の様子はどうだ。あ、おとなしいもんだ。いくら遊撃士とはいえ、所詮は子供ということだな。怖くてベッドで震えてるんだろうさ。ふん、ガキの見張りで留守番とはな。まったくつまらん任務だ。俺も機動作戦に参加したかったぜ。そう、ぼやくなよ。レオンハルト様の命令なんだから、レオンハルト様とか呼ばれてる。さあ、ガンガン音が。なんだこの音は。おい、一体何をしている。部屋の中から窓を割った。脱走か。さあ、窓は割れるくらいの強度だった。強化ガラスではなかった。いや、やられた。バカな、ここどこだと思っている。あの娘、自殺でもするつもりか。はい、窓の外行ってしまったのか。エステル、ダメだ、落ちたかもしれん。おいおい、勘弁してくれよ。レオンハルト様になんて言い訳をすりゃいいんだ。あのクソガキが余計な面倒を起こしやがって。誰がクソガキですって。はい、ドアを開けると待っていた。貴様、甘いわよ。おじさん、おじさんかどうかわからないが、お兄さんかもしれないぜ。まあ、でも、うわ、やぼけよ。うん、遊撃士を舐めないでよね。第一、失礼が過ぎるわよ。乙女をクソガキ呼ばわりなんて。人違いだ。俺はそんな風に呼んでないぞ。あれ、そうだったっけ。まあいいや、おじさんも同罪。しばらくおねんねしなさいよね。はい、一撃、頭にズコン。さあ、これで出ることができる。さあ、出と。すぐに増援が来るだろうし、とっとと逃げるとしますか。なんとか脱出方法を見つけないと。さあ、ヨシュアのハーモニカを眺めて、私は諦めない。もう一度ヨシュアに、あのバカに会うまでは。絶対に諦めないんだから。さあ、これで脱出の方法をなんとか探らなければいけない。おじさんたちを倒したので増援が来る。急がねばならないというところですが、今回は一旦これ食いたいと思います。結社のデカ船グロリアスから無事逃げることができるかと
ということで、また次回よろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。